今日もやってまいりました歴史談義。11月23日にですね、クビという映画が公開することになりまして、今度ですね、妻と一緒に見てこようかなというお話になったんですけれどもですね、私はいつもこんな感じで歴史好きでいろいろ喋ってるんですが、妻がもう全くわからないと、あっぱらっぱーんだということでですね、ちょっと予習してから行きたいなというお話になりまして、まあ、せっかくなんでね、これ収録して面白おかしくやってみようかなということで、今回こんな企画になっております。まあ、せっかくなんでね、首見る前に、逆、全くわからないっていう人もいらっしゃると思うんで、まあ、参考にしてもらって、こちらを聞いて、見に行っててくれればいいかなと思います。というわけで、今回ゲスト、妻のガラシャです。はい、ガラシャです。笑っとるやん、もう。ちょっとね、本名じゃなく、ちょっと仮名で行わせていただければと思います。はい、もう歴史時からしたら、ここでクスって笑ってしまう名前でいきたいと思います。じゃあというわけで、まあ、首あらすじちょっと読んでみましょうかね。天下統一を掲げる織田信長は毛利軍、武田軍、上杉軍、京都の自社勢力と激しい戦いを繰り広げていたが、その最中、信長の家臣荒木村重が反乱を起こし姿を消す。ここまでで、はい、分かんないとこ多分いっぱいあると思うんですけどそうですね、聞いたことはあるけれども誰やねんっていうのがもう多すぎて、はい、どういう争いしてたのかさえもちょっと分かりかねるというところでございますね。なんで、多分織田信長を中心に一回最初からですね説明しないと多分一つもつながっていかないなと、はい、まあ、よく言われるんですけど小学生にも分かるような内容でね、はい、お話ししていかなきゃまずいかなと今日は思っております。その通りですね。小学校以来日本史を学んでおりませんので実はもうね、歴史談義はどっちかっていうとこう歴史知ってる人が聞かないとわからない程度いつも喋ってるので逆に今日難しいなと思っています。はい、アッパラパーでございます。はい、基本的に今回の首っていう映画って、まあ、北野武さんが秀吉ですよね。でおそらく本能寺の変っていう場所をね、はい、テーマにやるんですよ。はい、で首っていう題材がおそらくその、まあ、信長の首だったりとか明智光秀の首だったりとかこういろんな人の首にかけて首っていう名前にしてるのかなと個人的には思ってるので、まあ、その殺されてしまう信長のストーリーからですねまず話していこうかなと。はい、まあ、というか信長が分かれば、はい、戦国時代大体分かるんですよ。はい、そこ中心で喋ります。ええ、はい、昔昔、はい、あるところにあるところがですね今の名古屋あたり、名古屋あたり、チリは大丈夫かな。あ、チリは大丈夫です。オッケーオッケー。名古屋にですね、はい、まあ、織田信長というですねうつけ者と呼ばれた少年がおりました。はい、で少年はですね織田家っていう、まあ、それなりの血筋の御曹司だったんですね。ええ、もう後継者、はい、決まってまして、ああ遊んじゃったわけで、今で言うとヤンキーみたいな子たち引き連れて、はい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 、馬で走り回り相撲をし川で泳ぎみたいなことやってたので、はいはい、まあ、うつけ者って呼ばれたと。おう、ただ実は信長からしたらすでにもう家臣団自分で作って修行してたっていう話なんですよね。あ、なるほど。戦隊を組んでたみたいな。戦隊を組んでた。まあ、いわゆるヤンキーの集まりみたいな感じですね。そう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 。まあ、暴走族みたいな。暴走族のね。感じですかね。はいはいはい。はい、で、いざ、信長のお父さんが亡くなった時に、信長が後継ぐんですけど、親族争いが大きいのね。はい、なんでかっていうと、うつけ者って呼ばれてた人が後継者になっちゃったので、あ、周りの弟たちがなんでやねんってなるじゃないですか。確かに他はちゃんとやってたわけですよね。そう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 、ちゃんとやってたのになんでうつけ者がなったんだっていう反感が。そうそうそう、はいはい、だから最初は兄弟喧嘩、はい、が戦争一番最初の。あ、でここまあざっくり言っちゃうけど、まあ、信長実はかなり優秀だったので親族全部まとめて統一します。うつけ者を装ってたっていうことですか。まあほらヤンキーの世界でもさ、はい、すごいチンピラで金髪でロン毛で、はいはいはい、世間一般からしたらなんだいっつってなったのに、はい、ね、一社長になったらとんでもない企業作っちゃったみたいなお話あるじゃないですか。なるほどですね、まあ、そんな感じ。はい、わかりました。はい、で尾張っていう場所、今の名古屋あたりね、はい、を統一して勢力広げるんですよ。はいはいはい、そしたら信長がいた右側に今川義元っていう、聞いたことありますかね。今川義元、はい、はい。まあ、今で言うと静岡県全部持ってたみたいな感じの、はい、でっかい大名がいた。はい、でその人が、攻めてきた。攻めてきた。はい、信長なんて、2500とかしか兵士集められないのね。はい、でも今川義元が2万とか3万みたいな軍で攻めてくる。おー、すごい多いですね。勝てないね。ですよね。はい、で、簡単にこれ勝っちゃうのね。なぜ？これ奇襲戦なんですけど、ほう、普通ね、戦争って、
自分の家臣たちが先陣切っていって、うん、大将は一番後ろからゆっくり行く。ああ、はい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 。でも大将を倒しちゃえば勝ちって信長は分かってたので、はい、大将の位置をとにかく探ってたの。ああ、なるほど。したら昼休憩してるっていう情報が入って、よしそこだと。はいはいはい。言ったら雨が降ってきて、はい、でもう音も消える、匂いも消える、もう絶好の状態。最高ですね。そう。で昼休憩してる今川義元に奇襲をかけて大将首、はい、要は義元の首取っちゃう。もう休憩してる時にね。そう。で勝ちになっちゃう。はい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 。大将取られちゃったらもう大義名分がないじゃん。はい、ああもうはい解散。そう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 。それで織田は圧勝。圧勝。ああなるほど。で、はい、結局信長の名前がそれで天下に鳴り響いて。ああ。でこの後要は信長がどんどん勢力を広げていくんだけど、はい、静岡県、はい、静岡県のでっかいの倒せました。倒しました。はい。でも右に行くんじゃなくて、はい、天下を取るってよく聞かない？戦国時代って。京都？そうそうそう。あのこの時代の天下って全国を統一することじゃなく、はい、京都を抑えることなんです。はいはいはい。で特に京都周りの近畿地方を抑えたら大体天下取ったみたいです。そうですね。右行ってもじゃあ意味ないね。右ど田舎なんで。そうですね。左に行かなきゃいけないと。そう次は。そうなんですよ。ってなると。はい。今も新幹線とか通ってるんで分かると思うんだけど、名古屋から行くときって、はい、いきなり三重に行くわけじゃなく、一旦こう岐阜に行くのね。京都に行くには。はい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 。したら岐阜にですね、斎藤家っていうちょっと強い人たちがいて。斎藤道山？ああ、そう！よく知ってる。やった。ちなみに斎藤道山の娘が、信長の嫁ね、はい。信長の嫁ね。あれ？じゃあそこで同盟を結んだ感じ？最初親族関係だ。ああ。そう。だけど、もう、斎藤お父さん、要はお父さんだったじゃない？はいはいはい。だけど、息子に反乱を起こされてお父さん死んでるの。その時にはもう。おう。なので、もう敵で全然構わない。ああ、なるほど。する。する。で、その息子も強くて、はい、信長最初苦戦したんだけど、はい、その息子も普通に死んじゃって、その孫がね、はい、君主になったんだけど、はいはいはい、孫がもうバカ野郎で、はい、政治やらない、はい、竹女大好き。じゃあ、敵ではないと、織田の。でもそんな感じで君主がダメなのでどんどん信長に寝返ってくるのね。あいつダメだと。ああなるほどね。いうことで信長勝ちます。はい、はい、岐阜統一した。で岐阜から行ったら、はい、京都も近いんだよね。岐阜近いですね。ただ間に滋賀県があります。あそうですね、はいあります。はい。琵琶湖の水を止めろって感じですね。で滋賀県に浅井っていう人がいるんですよ。浅井直政？違う。いい直政と混ざっている。浅井は、はい、あの、戦わずに平穏に行った方が京都行きやすいよねってことで、はい、同盟を結ぶ。ほうほうほう。で、その時に要はあの、絶世の美女、お市っていう妹が。あー、なんか聞いたことありますね。はい。で、そこの浅井家当主に妹のお市を嫁がせて、はい、同盟結んで、はい、素通りしていくっていう流れを作るんですよ。そう、素通りした。じゃあもう次は京都行っちゃうのか。うんうん。で、京都に入るために大義名分が実はもう信長持ってて、はい、室町時代なので、将軍って足利家っていうところなんですよ。ああ、はい、はいはい。その人たちが一番偉いってことね。はい。国の中枢トップです。はい。なんですけど、13代目の足利さんっていう人が殺されちゃったの。なぜ？その時、三好っていう人たちが、はい、四国の香川県から勢力を広げて、その足利政権とバチバチやってたの。はい。そしたら、三好っていう人たちがその足利トップ暗殺しちゃうのよ。おぉ。なんで、その時はもう足利家は、三好っていう人たちが新たに自分たちが作った将軍を擁立してたわけね。出来たてほやほやの方がいらっしゃった。そう、別な政治体制と作られてた。うん。でも、信長のところに足利家のちゃんとした人がね、一、うん、人入ってきて、足利義昭って15代将軍になる人なんだけど、はい、で、その人を将軍にしたいんですって、助けてって言ってた人がいて、で信長がいい、俺助けるよって言って。じゃあ三好を倒そうみたいな。ただ倒そうってなると、大義名分がちゃんとしてなくて、はい、永田町に意味もなく攻めるみたいな意味感じ。テロリストですね。そう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 。だけど、もう総理大臣の地図ちゃんと持ってる人ですと。はい。でこの人が本当はトップになる人なんですよ。だからそれを助けるために永田町に攻め込みますっていう大義名分あると、全然意味が伝わるでしょ。その通りですね。で信長もそんな感じ。はい。だから本当の足利家の血を引く人がこっちにいるので、はい、京都攻め込みます、三好倒します、イエーイって感じ。ああわかりました。でそんな感じで。京都信長が抑えるのね、もう三好なんてボコボコに信長にやられちゃう、はい、でそんな感じで信長も京都抑えて、はい、でまあ近畿地方をどんどん勢力広げてって、はい、ですごかったのがあのやっぱ大阪堺っていうんだけど、そこはやっぱ商人の町でとにかく金持ちがいて、はいはい、で信長はその堺を抑えることによって金持ちたちのお金が入り、はい、鉄砲を量産しもっと強くなっていくと。もっと強くなっていく。そう、信長がなんで強かったかっていうと、兵士がどうこう強かったわけじゃなく、はい、お金の作り方が上手かったのね。ああ、なるほど。経営者として抜群だったと。抜群でしたね。はい。その時代の常識を覆していったから、
じゃあ転生者かもしれないですね。今で言うと新進気鋭の IT 企業の社長みたいな感じ。あ、なるほど。なので織田家がそんだけ広がったって、うん、なんとなく今分かったかな。はい、橋場秀吉ビートたけしさんですね。たけしさん、今回だと、まあ、主役なのかな、はいはいはい、今回は。で、秀吉はどっから出てきたかと知ってる？橋場家はどこだったのだろうか。橋場家なんてないです。秀吉が後で勝手につけた名字です、これ。秀吉ってもともと農民なんですよ。ああ。武士でも何でもないの。あれ？猿？そう、猿。ああ。あの、信長の草履を温めてたっていう。ああ、それだ、それだ。あれです。はいはいはい、はい。はい。地元は名古屋の方で、はい、なんとか武士になって俺は成り上がるんだっていう、うん、立身出世したいっていう猿だったのね。ああ、じゃあ、織田さんをずっと見てて、僕もそれになりたい的な感じ、うん、信長の家臣になって、成り上がっていくんだ、みたいな。ああ。最初から自分がトップになろうっていうわけじゃないの、ね、よ。はい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 。すごく天才な君主のとこに仕えたい方だ。やっぱ農民だったんで、武士への憧れもあったんでしょうけど、うん、で、織田家の重臣たちっていう、もう歴代ずっと仕えてた人たちもいる中、秀吉の天才的なアイデアで戦に勝ってったりするので、はい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 、秀吉っていうのは織田軍の中でどんどんこう伸びた人っていう感じ。うんで基本的にこれってなかなかありえなくて、はい、信長が常識覆す人だったから伸びたっていうのが実際にあって、はい、普通は自分の親族とかその代々仕えてた人たちっていうところで全部固めちゃうので、あ、世襲、そう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 、成り上がれないのが普通なのよ。なるほど。しかも農民だから、はい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 、そうね、身分が違うからね。そう、血筋も何もない、うんうん、そう。でも信長が能力ある人は使うよ、はい、ちゃんと報酬も出すよ、へー、っていう人だったので、うん、秀吉は成り上がれた。現代的ですね、完全に。そうそうそう、うん、はい、逆に言うと歴代ずっと使えてた人でも使えない人はクビにしてたんです。リストラ、リストラ、でもサボってんじゃねえよと。はい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 。だから農民だろうがちゃんと活躍する秀吉が成り上がれたっていう理由がそこだね。でさっき言った橋場って名字あったじゃない、はい、これ何かっていうと丹羽長秀の丹羽さんっていう字が羽っていう字使うのね、はい、で柴田勝家って柴っていう字、あ、はい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 、で要は成り上がりなので、はい、先輩方にめっちゃ秀吉が気遣ってて、あ、大好きな尊敬する先輩方の名字一字ずつ僕もらっていいですかと、はい、柴っていう名字つけようと思うんですよ。あ、なるほど、しょうがねえなみたいな感じ。はは、成り上がるための先輩に気遣った名字が橋場です。あ、じゃあすごい媚び売ってたわけですね。秀吉はずっと媚び売ってる信長に。あ、でも媚び売りつつもちゃんと結果残してたから。なるほどですね。明智は誰？三井秀はこれ絶対皆さん知ってるのはとりあえず本能寺の変を起こした人。あ、そうですね。多分これだけは知ってると思うんだ。そうそう、それをやったんだけどすぐに死んじゃった、うん、死んじゃったっていうイメージと、はいはい、カット。どういう人だったか、これ実はあの歴史的にもこの人の前半生よく分かってなくて、おそらくって言われてるので言うと、さっき斎藤家って言ったじゃない、はいはいはい、あの信長が倒した岐阜県にいた、はい、そこの一家臣だったっていうお話があって、あと一説によると信長の奥さん、はい、さっき言った斎藤お父さんの娘といとこだったっていう話があったりする。出所不明で急に出てきた。一応一説に言われてることざっくり話しとくね、斎、はい、藤家が、はい、道山とかあの辺が一回やられて、はい、まあ内乱が起きちゃった状態があった時に、はいはいはい、光秀は一回ね福井県の方に逃げてるの、はい、福井にね朝倉っていう人たちがいたんですよ、はい、そこに一回逃げてて、はい、でさっき言った、足利義昭っていう将軍、はい、後で信長が将軍にしてあげる人ね、はいはい、もうかくまってた人がいたの、ほう、これ細川っていう人なんだけど、あ、はい、でその細川っていう人が助けてうちの将軍をなんとか将軍にしたいんですって言って一回朝倉家行った時に、はい、まあ、明智光秀と出会ってそこ友達になったっていう話。で実はそこが後での織田政権で2人ともちゃんと伸びていくので、はい、息子と娘が結婚してっていう話で、でまあ明智光秀の娘がガラシャね、まあ、今日ガラシャさんで来てるんですけど、そうですね、私ですね。でその細川さんがあのこの人将軍にしたいんで誰か助けてくれる人を探してるんですっていう、はい、で本当朝倉家に助けにくださいって言ったんだけど、はい、朝倉家の当主が全然使えなくて、うん、で光秀が信長とそこをつなげてくれたっていう話があったりする、うん、あ、なるほどなるほど、パイプ役だったわけですね。そう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 、まあ、前半戦その辺が結構謎なんだけど、はい、しれっとまあ織田軍に入ってて、でもやっぱこう能力があったっていうところで最終的には織田四天王って呼ばれるところの一人に入っていくんですよ。まあ成り上がりですね、完全にね。そう、中途採用で結構トップに入ってたような人。ちなみに秀吉は四天王は入ってないので。ああ、なるほど。そうなんですよ。はいはい。なんで光秀はそんな感じで成り上がっていったけど、最終的に本能寺の変にしたと。
はい、でそれがなぜかは未だによく分かってないと。よく分かっていないと。まあ、黒幕がどこかにいたんじゃないかとか。あ、まあ、単純にいじめられた怨恨説なのかとか、そんな感じですね。成り上がってったけど、実は織田にいじめられてて、鬱憤が溜まっていたかもしれない。ちょっと信長にいじめられてた説は結構やっぱ話はあって。あるんだ。あの、もう金冠頭、要はハゲって馬鹿にされてたりとか。そうだったの。結構家臣が居並んでるとこで、あの、何回も蹴り倒されたりとか。へぇ、結構いろんな大河でもそうだけど、信長に光秀が蹴られるシーンよくやる。あ、めっちゃパワハラじゃん。あ、そうそうそう、今で言うと、パワハラです。パワハラ、モラハラがひどかったわけですね。だ、新進気鋭の IT 社長が中途採用の取締役を蹴ってるような感じ。はい、あ、最悪ですね。そりゃ火もつけたくなるわ。まあ、単純にそう、怨恨説。はい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 。家康さんはですね、もともと徳川っていう名字じゃなくて、もともと松平っていう名字だったのね。で、松平っていうところは、まあ、おじいちゃんがすごく強くて勢力拡大したところなので、はい、勢力でいうと三河って言って、はい、今で言うと名古屋よりもうちょっと右が静岡寄りの方の土地だった、はいはいはい、そうなんだけど、おじいちゃんが家臣に殺され、お父さんも家臣に殺され、うん、家康はもう勢力縮まっちゃったそれがあって、うんうんうん、で右側にさっき言った今川家って大きい勢力があったから、うんうんうん、そこに一応もう属してたのね。あ、なるほど。生き残るためには基本なんですよ、ちっちゃい勢力がでかいところに一回入るっていうのは、うん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 、信長とさっき戦った話あったじゃない、はいはいはい、で桶狭間の戦いっていうんだけど、あ、その時今川家の先方で戦ってたのって実は家康なの。うーん、で戦ってたんですけど、義元が死んじゃいました、はい、死んじゃいました。で家康はここチャンスだっていう話もあって、はい、独立するのね。ああ、独立した、はい、そうということで、はい、松平っていう名字もやめて徳川に変えると。ほう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 。で実は信長とちっちゃい時に仲良かった時代があって、へえ、織田と今川って昔からずっと戦ってて、はい、お父さんの信長のお父さんの代から、はい、でその時に家康がまだ人質だったみたいな扱いなので、今川家の中では。ほうほうほう。でちょっといろいろあって織田家に一回流れちゃったことがあって、ああ、織田家としては敵の人質取ったから扱いどんだけ雑にしても全然構わないんだけど、結構大事に扱ったみたいで、うん、なんで信長の少年時代と家康のほんとちっちゃい頃、少年時代の時結構仲良くしてたの。じゃあ年齢同じぐらいってこと？10個も差がないぐらいかな。はい。なんで家康はさっき言った今川が独立した時に織田信長とのもつながりがあったので同盟を組む。なるほど。でそこからはもう信長の同盟相手っていうことで、普通でも同盟って対等じゃなきゃいけないんだけど、どっちかっていうとこの時はもうとにかく織田さんについていきますっていう状態。ああ、もう本当にリーダーについていく。そう。なので信長が勢力広げていったおかげで家康もどんどんこうついていったおかげで最終的に天下取ってるんだけど。なるほど。まあ流れでそんな感じかな。はあはあ。じゃあみんな織田さんを慕ってたといえば慕っていたような。これは確かにある。で信長としては一応これちょっと細かいんですけど、はい、家康の存続価値っていうのが絶対ちゃんと一個あって、はい、と長野県に武田信玄っていうとんでもない強い人がいたの。あ、で信玄がもし京都に来ようもんだったら、はい、まず一回家康の勢力のとこ通らなきゃいけない。あ、なんで武田を抑えるための家康っていうのも一個あったの、はい、信長からしたら。なるほど、はいはいはい。実際に結構ドンパチやってるのね。あ、っていう感じですね。はい。急に出てくる毛利。毛利元就っていう人はね、中国地方におりまして。中国地方。今で言うと広島県。ちょっと離れてますね、じゃあ。そう。本当にちっちゃい小豪族なの。毛利元就って最初。はい。で、左側に大内っていうめちゃくちゃ強い人と。はい。で、右側に尼子っていうすごい強い人たちがいて。尼子さん。はい。で、どっちにも属しつつ、なんとかこう、生き延びてるような状態ずっと続けてたんだけど、はい。勢力広げてって、大内潰して尼子も潰すの。へぇ、じゃあ大きくなったと。中国地方全部ぐらい。おはおはおはお、すごいよね。じゃあもう京都に迫る勢いで。そうです、そうです。はいはいはい、で、その毛利元就っていう人は、まあ、結構前の人なんで時代で言うと、はい、死んじゃって、長男もすぐ死んじゃって、孫の毛利輝元って人がその時は君主なのね。ここ書いてないです。書いてない、いらっしゃらないですね。はい、いらっしゃらないです。まあ一応毛利のトップだと思っていただければ。はい、で、信長からしたら、もうお隣さんまで来てる。はい、じゃあその中国の毛利って攻めようっていう時の対象やったのが秀吉です。ああ、なるほど。なんで秀吉対毛利になってる。はいはいはい、はい。最後の方は。へえ。で、ちょっとこの相関図見るとですね、毛利軍の中に書いてあるのが清水宗春。で、もう一人これ暗黒寺恵慶っていう人なんだけど。はい、毛利の名字がない。これ家臣です、家臣。あ、家臣さんですね。はい、清水宗春っていう人は、本能寺の変が起きましたって言った時に、はい、要は信長も死んじゃったという情報が秀吉に入った時に戦わせたのが清水宗春なのね。はい、中国大返しっていう単語聞いたことある？もう一度。中国大返し。全くないです。中国地方で戦ってたのに、はい、京
京都で本能寺の変が起きましたって聞いたら、はい、もうすかさず走って秀吉が戻ってくる、はい、すとんぼ返りするしかないですよね。確かね11日間で帰ってきちゃう。それは早いのか。当時、はい、自転車も車も電車もありません、はい、走りです。200何キロ離れてたのかな。あ、すごいね。ってことは11日だから1日あたり20キロぐらいは。おお、20キロはすごいですね。でしかも本能寺の変が起きてから、はい、秀吉に伝わるまで誰かが馬で走ってこないと情報伝わってこないじゃない。そうよね。逆算するとおかしいぐらい早いんだって。だからよく言われてんのが知ってたんじゃないっていう話が。あ、なんか聞いたことあるかも。で、まあちょっとそれはね後の説で話すとして、はい、でこの時秀吉がどういう風にしてたかって、要は目の前でまた戦争してるわけ、この清水宗春っていう人と、はい、はははしかもその毛利側に信長が死んだなんていう情報が先に入ってしまったらやばいね。秀吉からしたらやばいじゃない、はい、だその情報をとにかく隠しつつ、うん、なんとかこの戦一回終わりにしようと、へいうことで清水宗春に対して和睦しようっていう提案をする。おで、まあその提案とかいろいろ話持ってたが、その黒田官兵衛っていうここにいるね、天才軍師が秀吉側にいて、で、その人が話まとめてくれる。へぇ、やっぱこれ知ってた説濃厚じゃない。秀吉は本当に知らなかったけど、官兵衛が全部仕組んでたんじゃないかとかね、いろいろある。腹黒いんだっけ、官兵衛は。官兵衛は腹黒いです。何せ関ヶ原の時もめちゃくちゃやっちゃってたんで。あ、じゃあ、あり売りますね。あり売るんですよ。ありよりのありですね。ありよりのあり。で、宗春さん何したかっていうと、はい、まあ、信長が死んだなんて情報も知らないし、はい、で、和睦っていう話が来た。はい。ただ、大体和睦って条件的に不利な方が、はい、そこのリーダーが、まあ、腹切ると。ああ。でも、その代わり家臣を全員許しますよっていう話で。はい。で、清水宗春が戦ってた時って、秀吉のも水攻めを食らってて、城がほぼ水に沈んでたのね。へえ、大変ですね。だから勝ち目もあんまりないんだけど、和睦という条件来たから、はい、分かった、俺の命一つで何とか助けてくれと。いうことで、清水宗春、こう、船でね、うん、城の真ん中まで行って、船の上で切腹するの。よくあの、戦国武将、新さんはベスト3に入る人なんですよ。ほう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 。かっこよく。自分で切腹するけど、解釈もなく。あ、いや、家臣は横にいたと。あ、なんだ。そう。いや、腹だけ切って死ぬって、地獄の苦しみだから。だからすごいなと思ったけど、解釈ちゃんといたよかった。そう、ちゃんと白装束着て、船の上で。腹切って解釈して。何よりです。でも、秀吉からしたら、よし、これで和睦 OK ってことで、はいはい、もう京都までとんぼ返りですよ。はい。もう一人ね、横に暗黒 JK っていう人がいるんだけど、暗黒 JK? 暗黒 JK。暗黒 JK。はい。この人ね、僧侶です。お坊さん。はい。はい、で、この時代って結構、お坊さんってやっぱこう、知識がすごいので、はい、外交官やってるパターンが多いのね。ほう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 。なんで、この人が何かっていうと、簡単に言うと、毛利側の外交の、みたいな人。ほうほうほう。まあそれだけで OK。 うん、わかりました。森蘭丸は織田信長のいわゆる小姓、はい、蕎麦使いとして、はい、あの信長の世話をする人、はいはいはい、でとにかくこの時代ってやっぱりゲイが基本なので、ね、そうですよね。そう、美男子ということで横にいた人ね。そうそう、美男子森蘭丸しかちょっとわかんないです。でもう一人、安家。安家、これ、ね、外人。なんか黒人いたって聞いたことあるわ。そう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 、その人。はいはい、はい。一応本能寺の変の時に横にいたっていう話なので、これ本能寺の変の時の周りにいた人だね。ああ。あの、信長ってポルトガル人、いわゆるキリストを広めてた人って結構擁護してて、はいはい、で、その人が奴隷として最初連れてきたのね。はいはいはい。で、信長からしたら、なんか黒いの着た、でっかみたいな。はあ、はあ。この人探求心の塊なので、うんうん、なんか面白いの来た。お前汚れてるだけだよな。ちょっと体洗ってみろっていう。受ける。すごい思考回路。で、ゴシゴシしたんだけど、落ちないから、本当に黒いんだ。面白い。使えろ。つって、家臣にする。へぇ。しかもなんか奴隷とかじゃなくて、ちゃんと家臣だから、はい、家臣ってことは給料が出るわけですよ。そうですね。安家からしたらありがとうございますっていう。そうですよね。奴隷から急にそんな、お給料も出て、うん。そう。ボディーガードみたいな感じでね。すごい。多分体でかくてムキムキだったんでしょう、きっと。そうですね。そしたら怖いですしね、当時。うん、ちょっと言葉悪いけど、一般その常識からしたらね、ありえない大きさで、うん、ありえないでかさだったら、そう、それはボディーガードにね、適してますね。斉藤利三、はい、あ、これも一言、光秀の重臣です。重臣、いわゆる側近中の側近みたいな人。あ、はいはい、あのよく言われてるけど、最近は本能寺の変の時って光秀って本能寺にいなかったらしいんですよ。ほう、最近分かってきたんだけど。で、実際の実行役が斉藤利三だったっていう話があるので、明智光秀何してたかっていうと、8キロ先ぐらいの、に待機してたみたいで、はい、多分信長打ち漏らした時に信長がこっちに逃げるだろうの場所を塞いでたっていう話が。なるほど、なるほど。あります。はいはいはい。はい、秀長さん。こ
これ秀吉の弟ですね。弟さん。秀吉もとにかく出世が早すぎて、はい、自分の組織団とかはまとめてるの難しかったんですよ、自分では。はい。はい、そういうのを全部取りまとめてた、もう補佐役、名補佐役がこの弟。はい。で、黒田官兵衛。まあ、これはさっき言いました、はい、もう天才軍師ね。はい。秀吉の軍師です。はいはいはい。もともとは竹中半兵衛っていう人がね、いたんだけど、半兵衛はこの時も死んじゃってるので、はい、まあ、その後受け継いだのが官兵衛って感じかな。はい、このストーリーに書いてある村重はどれだっけ？あ、荒木村重さん。誰？ここを話さなきゃいけないんだよね。そう、だってストーリーにあるのに今いたっけ？出てきた？出てきてないよね。誰？なんで今のは基本情報。あ、基本情報だった。あ、ここからプラスアルファで村重さんのお話をしてくださる。してくださいま。してくださいま。あがつるんですよ。で、もともとは池田っていう人に使えてた一家臣ね。はい。あ、さっき言った三好っていたの覚えてるかな？将軍家暗殺しちゃった。はい。で、その三好側にいたんですけど、はい、信長がその三好倒したあたりで、はい、織田家に家臣になるのね。はい。で、織田家の家臣になった後は、活躍して、はい、結構いい立場まで行くのよ。ほうほうほう、成り上がったと。成り上がった。ほうほうほう。で、タイミングで言うと、はい、信長がですね、その時大阪って本願寺っていう宗教勢力があって、ほうほうほう。信長ってその宗教勢力と10年戦ってるのね。おうおう。その宗教勢力のバックアップ、要は援護してたのって毛利なのよ。はい、な、大阪があるでしょ、はい、で、四国があるでしょ、はい、で、中国から川を渡って、海を渡って、はい、ここに、はい、こう、兵糧とか武器とか流せるわけ。はい、で、秀吉がさっき言った中国の毛利を攻めてた。っていうぐらいの時に、村重が、いきなり反乱を起こすの、織田家に対して。急に。離反する。へ、これも理由がわからないそうです。わからないですね。未だに。みんな急に寝返る。小田さん大丈夫って感じね。まあでもさっき言ったけど、やっぱり革命的なこと起こすから恐怖心もあった人いると思うのね。その考えが及ばないというか、っていうかすぐに切れそう。小田さんすぐに切れて物ぶん投げそうだから、もうそれに耐えかねたのかな。予告でやってたけど、はい、日本刀の先に饅頭つけて、はい、ほら食えっつって。やば、おいかれですね。この人おいかれですよ。だから村重のその裏切った説としては、単純にその援護説、この人も一個入ってる。はいはいはい。だいたいそんな気がしてきた。信長やべえやつ。信長やべえ、ついていけない、パワハラモラハラひどい、もうストレス溜まりまくって、殺すぞみたいな。ブラック会社かな。勢力広げすぎちゃった感はあるのかな。うん、そうですね。で、村重が裏切ったっていう話になったんだけど、はい、まあ、一応真意を確かめに行こうと、はい、いうことで、黒田官兵衛っていう人が一人説得しに行くのね。はい、で行ったら官兵衛捕まっちゃうね、村重に。で1年間幽閉されちゃって、でそこから官兵衛足悪くなっちゃう、片足ずっと一生動かない。そうなのね。うん。一応助かるんですけど。ほう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 。で、村重はとにかくそこから頑張るんだけど、はい、もう信長に執拗に攻められて、はい、大体家臣になる時って奥さんとか子供とかって、はい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 、ね、一応預けられて、うんうん、人質状態になったけど、うんうん、もう全部皆殺しですよ。あ、かわいそう。一応信長からしたらちゃんと、はい、今なら許すよっていう話もしに行ってるんだけど、でも村重が嫌ってなったんで、ははは、じゃあもう殺すしかないねっていう。一番ひどかったのが、村重の家臣が、真言宗っていうところの金剛武士っていうところに逃げ込むんだけど、はい、で、そこにも逃げたよねって信長の家臣行ったら、僧侶たちにその家臣に殺されちゃうのね。ほうほうほう。で、信長からしたら、おお、やってくれたなっていう感じで、真言宗の僧侶たちも全国めちゃくちゃ殺されるのね。はい、そこは結構信長かなり苛烈。でも最終的に村重は逃げ切ります。逃げ切った後に、じゃあそうなると、光秀が、かくまったの？今回の首に関しては、はい、たけしさんの脚本と描き方だと思うんだけど、はいはい、秀吉からしたら信長殺してトップに立ってやろうって、多分そっち側なの今回。あ、で官兵衛と相談して、手を組んで信長の本能寺の兵を起こしたんじゃないかっていう感じに持っていくのかなと。あ、予測はね、はい、はいはいはい、っていう感じに見えるので。なるほど。ちょっとストーリー今読みますけど、村重の行方が分からず苛立つ信長は思いもよらない方向へ疑いの目を向け始める。だがそれは全て仕組まれた罠だったと書いてあるので、そういう風に仕向けた秀吉っていう話だと思う。ああ、なるほどね。うん。はい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 。
でも最終的に実行役が光秀になってるんで、多分光秀もそそのかされて実行役にされたっていう黒幕全部秀吉に持ってってんじゃないかな。あー、でビートたけしさん悪いの大好きだからね。そうそうそう、大好きだから大好きだからね。またどこかの何かの映画みたいに。とにかく秀吉が相当黒いっていう感じで描くんじゃないかなと思います。なるほど、面白そうですね。で多分でも今の話知らないと何にも分かんないです、うん、その通りですねとりあえずビートたけし黒いぞみたいな、それぐらいで終わっちゃいますね。そうなの、そうなの、はい、そうなきっとね。大体分かりましたでしょうか。だいぶ分かりました、はい、これで多分数日後に見るときにも覚えてるでしょう。よかったです。はい、よかったです。でまたちょっとねこの収録見終わった後にしようと思うんですけど、はい、だみんなのそのいろんな思惑を感じながら見るといいかなと、はい、楽しみでございます。はい、というわけでですね、はい、あの視聴者の皆さんもちょっとは分かりましたでしょうか、ね、全然分からない人にもこんだけね、あの優しく教えてくれる、素晴らしいと思いますじゃあまた見た後に歴史談義またやっていきたいと思いますので、今日のところはこんな感じで。はい、ありがとうございました、はい、ありがとうございました。今日もやってまいりました歴史談義、首見てまいりました。うん、あの率直な感想としてはですね、めちゃくちゃ面白かったです。まあおそらく歴史好きの人は特に面白かったかなと思うんですけども、はっきり言って歴史わかんない人見たらもう全然わかんないんじゃないかぐらい、わかる人が見ないと説明がつかないところが多かったかなと思います。でまあ良かったというところで言うとですね、まあ女子が一人も出てこない、まあおじさんしかいなくてですね、ほんと男臭くてですね、もう人間の黒さとか権力欲とかまあ嫉妬とかですね、まあいろんなものがかなり絡んでたというところで、もうね、あの予告でもたけしさん言ってましたけど、もう戦国武将英雄化するなと、もっと汚いもんだぞというところがすごく描かれてて、まあ個人的にはすごく良かったかなと思います。一緒に妻もですね見てきたわけですけども、はい、面白かったです。一言もうちょっとさ、もうちょっとね、そうね、やっぱりその予習があったからこそ楽しめたっていうのがあるし、うん、その私おじさんが好きなのでそのおじさんが戦ってるのとかめっちゃ良かったです。おじさんが戦ってたのが良かった、良かった。どういう感想なんでしょうそれはもうというわけで、でもそんな中ででもですね、まあ予習してもよく分かんなかったよねって言っていっぱいあったかなと。その通りで、ちょこちょこ、うんっていうところはあるんですけど、はい、まあ、あの史実に沿ってお話が展開されていくので、そのところでハテナは出なかったっていうイメージですね。うんうん、ああ、じゃあよかったです。あの、信長の、はい、信忠に家督を譲る的な書状、ああ、そう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 。あれ、どっから出てきたんだっていう話ですよね。そう、急になんか出てきて、たきつけ剤として使われてて、光、はい、元坊さんが持ってて、光元坊さんに使いを与えて取ってくるんですけど。ね、ソロリさんが言ってるんですけどね。なんであそこはね、全くわかんないです、正直。ああ。はい。ただ、まあ予想としてはですけど、あそこ一応忍者の家なんで、光元坊がね。はいはい。あの忍者って、まあ、傭兵で使えたりとか、ええ、別に裏切るなんていくらでもねあり得る。傭兵って基本的にお金じゃないですか、ええ、動く、まあ、忍者って基本傭兵みたいなものなので、はい、まあ、可能性としては信長の元から盗み出したか、もしくはその息子の信忠への手紙だったんで、うん、信忠さんに送り届ける時の手紙持ってるやつを捕まえて手にしたかしか予想できないんですよね、正直ね。なるほど。それ知ってる人いたらコメント欲しくないですか？確かに。ね。うん、これ知ってるよって人いたらぜひコメントください。まあ、たけしさんの演出なんで知ってるってありえないとは思うんですけど、まあ予想ですよね。そう、予想とか。正直。なんかこういうシリーズ実はあるよみたいなのがある。ああ、ね。はいはいはい。ちなみに、あの、光元坊さん今回死んでたじゃないですか。死んでた。実際はモデルになったタラオケはあの後全然生き残ってて。へえ。うん。信長死んだ後もちゃんと秀吉に仕えるんですよ。うんうんうん。で、あの、家康が、はい、本能寺の変起きた後に逃げ回って山の中越えてったシーンあったの覚えてる？家康が？家康がほら影武者何回も取り替えながら山越えとかしたでしょ？してましたね、はい、してました。あれ実際に伊賀越えっていう話があって、はは、大阪にいた時に本能寺の変が起きたのね、はい、で明智からしたら家康も殺す相手なのよ、はい、もう同盟相手だから。そうですよね、千利休さんが逃がしてましたもんね。あ、そう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 。で伊賀越えって言って山越えてくシーン、はい、であそこでやっぱり命狙われるんだけど、はい、実際にあの時に助けたのがこのタラオケらしいんですよね。へー。なので家康には恩は売ってるし、
でもまあちょっとね、秀吉時代にいろいろあって、改易になってもうゼロまで落ち込むんだけど、その時に家康に恩を売っといたおかげで、後で家康が徳川幕府の旗本になって復活するっていうちゃんとストーリーがあるらしいです。まあ、これちょっと別の話ね。旗がわからなかった。そうなんですよ。今回、その、戦ってる時に、旗を出して、旗同士で戦ってたりとか、説明がノン説明すぎて、旗がわからないと、急に出てきて、うん、みたいな。今回説明文ほぼないですよね。ほぼないです。人物のところにちょろっと名前が出てて、あ、この人がこの役やってるんだっていうのはわかるんですけど、その後の説明がゼロなので、なんか戦ってるぞぐらいにしかわからない。基本的に今回わかりやすくしてるのがちゃんと色つけてくれてたところかな。ああ、そうそうそう。色で、色ついてるけど。明智が水色。はい。で、羽柴が黄色。うん。はい。多分分かりにくかったのが武田の赤と、あと真っ白な毛利ね。白くて、1に丸が3つみたいな。あ、でも1に丸が3つって覚えてるの偉いわ。偉いでしょ、うん、後で聞こうと思って。1にが丸3つって聞いただけで分かる人は、あ、毛利ねっていう感じ。そう。多分毛利なんだろうなっていう予想は立つけど、うん。毛利かなみたいな。家紋まで覚えてから行った方が分かりやすいです。そうですね、家紋が分からないと、はい、どこで何の戦いをしてるのか分からないね、はいはい、はい、抜け人って何っていう話ね。あ、聞いたことはあるけれども、今回キム兄さんが演じてたソロリさん、めっちゃ出てましたね。そう、キム兄の映画じゃないかっていう思うぐらいキム兄めっちゃ出てると思って。出てた出てた。結局抜け人でなんか暗躍してるっぽいけど、うん、どうしてそこにいる誰なのみたいな。あ、ちなみにね、ソロリ新左衛門っていうのね、モデルいるらしいです。へえ。これはあの、豊臣秀吉に仕えたおとぎ衆って言われてる人が人物らしくて、はあはあ、あの、有名なとこで言うと落語家の始祖って呼ばれてる。まあ、いわゆるやっぱ芸人、漫才師みたいなとこはやっぱモデルとしては合ってるらしいですね。はいはいはい。まあ、実際にいたのかどうかはこれはちょっとよくわからない人物らしいです。ああ、なるほどですね、はい。で、今回の話としては、覚えてるかな、杉谷善十坊の弟子っていう話だったんですよ。あ、絶対覚えてないよね。あのね、杉谷善十坊っていう実際に、あの、鉄砲の名人がいて、はい。信長のことを暗殺しようとして狙撃されてる、信長一回。ああ、なんか、その、鉄砲の話を覚えてます。そうそう、それの弟子っていうね、役どころでしたね。はい。で、ちょっと話戻るけど、抜け人ね。はい。あの、まあ、別に、そのまんまの話で、忍者ってやっぱり伊賀とか甲賀とかってよく有名じゃない、うん、ああいう里があって、うん、で、まあ、その里の中でいろいろ掟とかね、はい、仕事とかあるんですけど、それが嫌で脱走した人。はいはいはい。単純にそれです。あ、それですね。はい。じゃあ、ちょっとナルトの知識と合ってました。合ってる合ってる。そう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 。イタチね。抜け人に関しては、追っ手を差し出して、はい、あの、殺すんじゃないかっていう話もあるんだけど、実際、伊賀甲賀ってめちゃくちゃ忙しかったらしくて、はい、そんな追っ手とか出してる余裕あんまなかったんじゃないかっていう説もあるらしいです。なるほど。はい、なんで別にソロリさん追われてなかったですよね。そうですね、勝手に動いてらっしゃいましたね。はい、そうそう、忍者って本当傭兵なんであんな感じ、出世できるとか金が良いとければそこに行くみたいな感じなので、はいはいはい、まあ、だから秀吉とか織田とかああいうところからしたら使い勝手もいいし、うん、なんかあれば切ればいいみたいな感じで完全に描いてましたもんね。言ってましたね、うん、あの、所詮忍びは使い捨てですよみたいなことをおっしゃってましたね。ね、ソロリも途中分かったけど、うん、そろそろ潮時だから逃げるわっつって、うんうんうん、そんな感じです。はい、今回男色のお話が結構あって多かったね。もうそこつながってるみたいなのが多くて、やっぱ私のイメージとしては織田さんが森蘭丸を、うん、まあ、故障にして、そこでまあゲイとしてのいい感じになってるのを知ってたんですけど、うん、てっきり若い男の子だけにそう浴場するのかなと思ってたら、うん、みんなおじさん同士で、あ、愛し合ってるのねと思いました。ここに関しては、はい、基本はやっぱ若い美少年ですよ。はいはいはい。若い美少年で故障やってて、そこから成り上がってって有名武将になった人も結構いらっしゃるんですよね。うん、例えば、井伊直政なんかも、もともと徳川家康の故障で、美少年で、うん、後で徳川四天王に入ってくるっていう。はい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 。そうそうそう。っていう人もいたりするので。へ、まあ実際は美少年ですよね。そう。おじさんはね、正直あんま聞かないです。ああ、そうなんです。じゃあ今回特例？殺し合いでしょ、戦って、はい、ってなるとやっぱその中でも戦友愛みたいな、あ、まあ、特別な感情が生まれるっていう、はいはい、まあ、本当に殺し合いの中にいるし、そこに女はいないからね。そうですよね。そう、
大きい大名になると、さっき言ったようにそういう美少年をちゃんと戦場にも連れていくっていうのは結構習いなんだけど、まあ、そうでない人の場合もなくはなかったかなっていう可能性でしか言えないですね。そうですね。かといってちょっとあの三角関係は俺はちょっとなぁとおじさん三人の三角関係面白いなと思って、信長と光秀と荒木村重ですよ、うん、そうですね。いやないでしょう。あそこ最初親族関係って話したの覚えてる？ああ、なんとなく。疑われた時に。はい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 。荒木村重の長男と明智光秀の長女が結婚してるんですよ。はあ。なんで一応親族関係。うん。でも親族関係になったらお父さんの死が男色って嫌だよね。ちょっと嫌ですね。ちょっと、それはちょっとでかなり嫌だ。ちょっと違うと思う。中村獅童さんがやられてた、うん。モスケ、うんうんうん、モスケもめっちゃ出てて、モスケが最初からまあ首をめっちゃ欲しがってて、はい、首を取ったら、うん、農民じゃなくて武士になれるってずっと言い続けてるんですけど、うん、それ本当なのっていう。モスケ何にも分かってなかったよね、最初ね。そうそう。で、あの、タメゾウさん、うん、友達の、あの、幽霊でちょこちょこ出てくる。うん、あの人がちゃんと知識があって、はあはあ、武士になれるかもしれないって、うん、もう焚き付けられて連れてっただけのアホな方のモスケでしたよね。うん、そうですね。で、実際に言うと、首持ってくに関しては褒美ちゃんともらえます。はい。特に大将首って言ったらめちゃくちゃな褒美って言えます。はいはい。で、あの、最後の方やってたと思うんだけど、首実験って言って、はい。持ってきた首を大将のところに持ってって、うん、で、こうちゃんと首と顔をきれいに洗う人がいて、うんうんうん、で、それ一個一個並べて大将が顔をこうやって見分してくのね。し、うん、てましたね。そうそうそう。で、その中で、あ、こいつ偉いやつだと。首取ったやつ、うん、あ、偉いね。お前じゃあ、つって、その論功行賞って言うんだけど、褒章を与えるっていうところの重要な判定材料っていうのになっていくのがその首実験なのね。なるほど。で、実際に、まあ、まあ、農民から首取って武士になったって、まあ、ほとんどない。あ、ないんですね。一雑兵ですよ。はい。見てて分かったと思うけど、あんな中で首なんて切ってたら自分が切られますよっていう状況で。そうですね、なかなかそんなチャンス来ない。そうですよね。うん。この中でズルする人も、今日もモスケやってたけど、味方の首とか取ってたでしょ？取ってました。あれも最悪のタブーなんだって。むしろ罰せられることらしい。やっぱり武士は武士の戦いでちゃんとプライドと誇りがあるので、はい、あの嘘はダメらしいです。ああ、なるほど。あとはほな、首取ったやつを殺してその首奪っちゃうとかね。ああ、はいはいはい、うん。一番やっちゃいけないらしいです。でも最後は結局、でもモスケさんが取った首を、うん、いろんな人が殺して取ってったから、うん、最後ぐちゃぐちゃだったってこと？あれはですね、モスケは一農民だったんだけど、はい、ナンバーってついてんの分かる、うん、今日描かれてないけど途中で名字もらってんのよ。へぇ。そう。だから一応、侍としてはもう成り立ってて、うん、はいはい。で、鎧着てたじゃん。はい。ただの農民からしたら武士なのね、もうモスケって。最後の明智光秀が死んだシーンちょっとハテナ出てたと思うんだけど、うん、光秀はもそもそもあの死んだ時って、落ち武者狩りっていうのにあったのね。はい。戦が終わった後に、負けた敗軍の大将とかって、はい、当たり前だけど懸賞金みたいなのが出るわけ。ああ、はいはい。そこを狙ってくるお金がない、うん、その浪人とか、農民とかみたいなのがいっぱいいて、それ完全に狙ってきてた人たち、あれは。だから鎧も何も着てなかったでしょ。着てなかった、着てなかった。なんか、藁。そうそうそう、うん。だからあれはどこの軍に属してるとかではなくて、うん、落ち武者を狩る人たち。なんで、モスケも武士だと思われて殺されてる。あ、そういうことなのね。そう。じゃ武士同士はタブーだけど、あれは落ち武者狩りだったから OK みたいな。うん、全然関係ない。あ、そういうことなんですね。はい。農民が、ああいう戦に出てくることと何のメリットがあるかっていうと、はい、年貢の免除。はい。まあ、これは大きいよね。うん。で、もう一つやっぱ一番大きいのが、乱取りって言って、うん、戦争の後の略奪行為何しても OK ですよっていう。へぇー。で、今日多分すぐ、荒木村重が終わった後の城で、うん、はい、刀とか鎧とかずっと奪ってた人たちいなかった、オープニングで。いたいたいた。あれだからそれですよ。あー、なるほどね。そう。武士の鎧とかああいうのってめちゃくちゃ高く売れる。はははは。鉄の塊だし。そうですよね。あれが一番の褒章なの。モスケたちが憧れたのって、はい、農民から成り上がった秀吉が目の前にいたので、はい、あれになりたいっていう憧れの部分がだいぶ描かれてるよね。ああ、わかりました。明智光秀のことを十兵衛って呼んでて、うん、やっぱそれは親しいから十兵衛って呼んでたんだろうなと思ったけど、うん、どうして十兵衛って呼んでたのっていう。一瞬誰だかわかんないもんね。そうそう。明智光秀って覚えてるのに十兵衛って言ってるみたいな。うん、あだ名ですかみたいな。戦国武将って名前めちゃめちゃあるのね。で、上杉謙信なんて最初長尾景虎だから、うんうん、通称っていうのがあって、はい、仮の下の名前が結構皆さんあるんですよ。うーん、例えば竹中半兵衛重治、はい、
黒田官兵衛義隆、はいはい、後半なんて黒田助水っていうしね、うん、で信長も実は通称三郎だったり、家康も次郎三郎っていうのがあったり、あと場合によっては官職で名前呼ばれたりとかする人もいて、うん、例えば石田三成っていう人だって治部少輔って、まあ、治部っていうその官職で呼ばれたりとかね、へへへ、あとはもう後半出家した人の名前とかも全部名前変わっちゃうんですよ。例えば武田信玄、あれ信玄って有名だけど、あれは出家した後の名前で、本名は春信です。ほほほほ、同輩か目下の人、うん、にその通称で呼ぶのが大体一般的だった。うーん、だ目上には言わない。あ、だって信長様に三郎って言わないでしょ。言わないね。それは恋仲だから十兵衛って呼んでるって感じ、親しいっていう感じだね。うん、村重さんが結局、はい、明智さんに檻に入れられて、うんうんうん、どっかに運ばれちゃうわけですよ、はいはいはい、で崖からそのカゴごとゴロゴロ転がっていくシーンはあるんですけど、うんうん、村重がどうなったかっていうのは描かれてないんですけど、そうなんだよね、そう、あれと思って、村重さんどう、うん、どうなったんだろうっていう。確かに。そう。あんだけ散々逃げ回ってね。そう。これ実は歴史上で言うと死んでないです。へえ。実は。一応話の中では、はい、最後まで逃げ回って、うんうん、最後毛利の方に逃げ込むのね。おお。で、毛利の方に逃げ込んでる間に本能寺の変が起きて、はい、信長が死んじゃうので、はいはいはい、後で後々堺、大阪に戻って、はい、そこから武士ではなくてもう茶人みたいな感じで。なんか一人、なんだろうね。もうなんだかな。かき回しといて死んでないんですよ。そうですね。一族皆殺しにされてるのにもかかわらず自分は生き延びちゃう系、うん、そうなので、あのシーンの描き方って多分たけしが特殊なことしてると思うんですけど、うん、そのお気づきな通り声も出してないし死んだかどうか描かれてない、はいはい、だからやっぱ最後まで恋仲でこいつは殺したくないって逃がした可能性があの描き方はあんなと個人的には思ってて、そうですよね、だって入ってるか入ってないかなんて分かんないからね、箱に確認してない、うんうん、ふわっとした終わり方させたんじゃないか、わざとっていう。そうですね。ちゃんと殺したんだったら首跳ねないとね。そうなんだよ。話だから。首っていうかであんだけ取っといてさ。ね、首首言ってんのにね。ゴロゴロで終わっちゃったよ。ゴロゴロで。なんで一応答えとしては死んでないです。まあでも86年に亡くなったそうなので、本能寺の変から4年後ぐらいには亡くなっていますね。明智の天下が短すぎる笑いっていう質問が来たんですけど。そう、やっぱ三日天下って言われてるだけあって。はい。明智さんあっけなと思って、いろいろその鬱憤が溜まりすぎて頑張ったのにもかかわらず、はい、うん、結局ビートたけしの暗躍によって、うん、うわすぐ死んだよと思って、もう利用された感じでしたもん ねだから要は光秀がうまく信長殺してくれた上で、うん、明智光秀を俺が殺せば、うん、天下俺のもんだっていう順番なんですよね。官兵衛が本当に仕組んでたっぽいですけど、うん、で一応これお答えとしては、あの三日天下っていうけど、三日っていうのは基本的に短い期間の例えで使ってる三日だって、はい、大体10日ぐらいです。はんはんはん、まあ、10日でも、ね、短いんだけど。一緒だ一緒。光秀の中にはちゃんと準備はあって、うん、あのね、信長も知ってるんだけど、光秀ってめちゃくちゃ用意周到なのよ。あ、でもなんかそんな感じは雰囲気で伝わってきました。頭いいし、戦も強かったし、はい、あの銃の扱いとかもすごい上手くて、ね、あの一説に言うと長篠の戦いの三段構えみたいな話とか、うん、もう結構光秀が作ったみたいな話とかね、うん、あるんですよ。なんでそんなに急なことやるような頭ある人じゃないんですね。はいはいはい。信長様殺した後に協力してくれるだろうみたいな当てがいくつかあったのに、うん、実際に信長死んだら怖くなったのか、みんな全然協力してくれなくて孤立しちゃうの、光秀さんって。はい。でそこをだから秀吉にやられるわけですよね。あーねー、はい、かわいそう。今回その予習があって、うん、黒田官兵衛が知ってたんじゃないか説、うんうんうん、あのまあ秀吉さんも知ってたんじゃないか説で、はい、本当にまあビートたけしさんはその通り描かれてて誰かがその伝えに来た時、伝令を伝えに来た時に、うん、お、なんかまるで知ってるかのようなお話ですね、みたいな。準備いいですね、みたいに言われてて、ちょっと面白かったです。知ってたよねっていう。知ってた。話なんですよ。中国大返しが早すぎて、ありえないと、はい。ちょっと今日細かく言うけど、まず6月2日に本能寺の変が起きました。はい。で、3日には秀吉に情報が来て、もう一時で来てるのもおかしいんですけど、はい。まあ、この時はね、ソロリさんが言ってたんで、まあ、忍者っていう意味なのかな、わかんないけど。で、3日に聞いたんで、すぐに和睦しなきゃいけないと。はい。いうことで、6月4日に清水宗春が切腹。はい。はい、早いよね。3日の朝一に情報が来て、その日のうちに黒田官兵衛と話し合いをし、うんうん、暗黒 JK と、うん、清水宗春と話して、うんうん、で、次の日に宗春が切腹。
で切腹したのを見届けてすぐに京都に向かう、うん、はい、で2日間でビートたけしが馬で酔っちゃって吐いてたでしょ。あ、吐いてました。であそこ着いたのが姫路城。はい、姫路でした。そう、あれで2日間で行ってるんだって。ほうほうほう。水攻めにあってた、うん、あのお城が岡山の方なんだよね。あ、遠いですね。だからあそこから兵庫の姫路まで2日間で帰ってきてる、うん、そりゃ酔っちゃうね。そうで6日に姫路城で、はい、で6月13日には明智光秀と戦ってるんですよ。最後なんで山崎の戦いっていう。へー。なので、はい、大体9日間ぐらいで200キロ走破したと。すごいですね。いう感じなのかな。映画の中でもずっとそのモスケさん走ってて、おにぎり食べ、うん、水を飲み、あ、フルマラソンやられてるなと思って。これもだからよく話にあって、結局分かってた上で勘兵衛が全部道の間準備してたって。ねえ、うん。じゃないと間に合わない。確かに確かに。うん。明智が死んじゃって、うん、秀吉が首をいっぱい並べて明智が本当に死んだのか確かめたいっていう場面で、うん、首汚ねっつって終わっちゃったから、この汚ねえ首はなんだみたいな明智さんの首です、明智さんですけどみたいなね。あのシリーズの中でも織田信長と明智光秀の首って見つかってないんですよ。だから今日の描き方は見つかってないっていうか、目の前にあったけど気づいてないっていう終わり方をしたんですよね、あれはね。そうですね。あと安家、安家、うん、あ、そう、安家が結局織田さんの首も持ってっちゃって、それも書かれてないので、うん、はいはい、のお互いのその重要人物の首がどこに行っちゃったんだろうっていうのは疑問でしたね。これはね、わかんないんですよ。わからないですね。で一応一説あるのは、はい、あの安家が首持って帰ってきた、その信長の首で作ったデスマスクっていうのが今愛知県の西山自然歴史博物館っていうところに飾られてる。へえ。一応そこの館長の話だと、うん、俺は信長の首ですっていう話らしい。おお。本当かいっていう。本当ですかね。一応安家っていう黒人の家臣が持ち出したものだっていう話になってるらしい。へえ。じゃあやっぱそこも史実に一応習って作られたって感じですかね。うん。あの今回の映画だと安家がブチギレで信長の首切ってたけど、うん、あの歴史上の話だと、まあ、解釈して持ってってくれたのかなっていう。ああ、はい、ブチギレてましたけどね戦国時代よくある話なんだけど、はい、大将の首を敵に持ってかれるのが一番ダメな話なの。ほうほうほう。あの死んでまで恥ずかしめを受けるみたいな、はい、なので結構家臣が隠すとか、はい、持って逃げ帰るとかよくやるの。へえ、埋蔵金みたいなもんですね。結局あの後どうなったかなっていう話ですよね、はい、じゃあ光秀さん死にました。はい、光秀さん死んだ、すぐに死んじゃった、はい、その後起きる問題って何だと思います？誰が天下を統一するか。ちょっと飛びすぎかな。あれ間違えた。織田の後継ぎは誰にするか。そうです、はい、清須会議っていうのが行われるの。清須で会議をするんですか。そう、あの清須会議っていう題材の映画があるぐらい。へー、あれ面白い。本能寺の変の時って嫡男の信忠っていう人も死んじゃってるのね。そう、だから信長が死んだ時に普通後継者って長男じゃない。そうですね、あの書状にあった、そう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 、あのお前に家督を譲るよっていう書いてあった人ですよね。あの人は二条城っていう別な場所にいたんだけど、はい、逃げずに戦っちゃって結局死んじゃった。そうなのね。なので長男もいないので、そうなると、まあ、次男か三男、はい、信勝と信孝っていうのがいて、うん、信長の重臣たちがそこに加担することで、はい、そこが当主になった時に俺も成り上がれるっていう感じで、結構こう派閥が分かれていくんだけど、はい、そこが秀吉がめちゃくちゃうまくて、はい、信長の孫連れてくるの。へえ。要はさっき言った殺された息子の信忠の子を抱っこして連れてきて、はいはい、うん、俺はこの子を押すっていう。と秀吉って家臣の中ではやっぱり猿の成り上がりで元農民でってバカにされてるけど、はい、光秀討ったっていう功績がでかすぎるのね。でみんななんで間に合わなかったかっていうと、すごい地方で別の戦いしてた、はあはあはあ、から間に合わなかったんだよね。でそれも見込んでめちゃくちゃ早く帰ってるの秀吉は。なるほどね。なんかそれも全部なんか黒田官兵衛が仕組んでそうでね。今回の話だとね、ちょっと秀吉がバカで全部官兵衛が作戦立ててたみたいな、ね、話になってたんで、そうだったと思うんですけど、ね、で結局秀吉がそこから織田政権の中での立場をめちゃくちゃ上にして、はい、で一番のライバルだった織田家の重臣の柴田勝家さんっていう人がいるんだけど、はい、そこと直接戦争して勝っちゃって、はい、もうそこからほぼ秀吉の天下、はあはあはあ、でその後四国に征伐に行き四国を統一し、はい、で九州に行って九州を統一し、はあ、西日本統一しましたねっていう時に、あとは関東の北条っていうのがいて、その1590年に関東の北条も倒して、うん、東北諸将は全部なびいたので、もう天下統一。おお、すごい。
だから信長が亡くなった本能寺の変から8年で天下統一しちゃったの。へえ。で、その天下何年続いたんだっけ？ 8 年9年ぐらい続く。でも途中で要は朝鮮出兵が始まるの。あー、なるほど。朝鮮出兵してる間に秀吉が亡くなっちゃう、うん、これが1598年。なんか天下統一してから8年後ぐらいかな。で、その後は徳川さんが、そうです、秀吉が亡くなりました、はい、で亡くなった瞬間家康が虎視眈々とこう天下を狙いに行く、もう政治的に暗躍していく、はいはい、要は秀吉が決めた法律をだんだん破っていくのね。へえ。したらあのもう秀吉のこと大好きだった石田三成さんっていうのが出てきて、はい、豊臣家を守るんだって言うんだけど、ちょっと頭が良すぎて、うん、友達がいなくて、うん、嫌われてくんのねで結構みんな家康になびいちゃってで最終的にそことそこがぶつかるのが関ヶ原の戦い。あ、だから1600年。はい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 。で結局家康が勝つので、うん、そこから江戸幕府ができて、江戸時代そこから260年。ああ、わかりました。という流れです。そういうことですね。はい。というわけでですね、あの自分もね歴史好きっていう形でこうやって説明してますけど、はい、多分いろんな解釈ありますし、あの間違ってる部分も結構出てくるとは思うので、はい、そんなあればですね、ぜひ感想とかコメントとかご意見いただければと思います、うん、思います、はい。まあ、歴史は学んでいきたいとは思っておりますので。お、よかった。本当ですか微妙ですね大丈夫大丈夫。じゃあというわけで今回の歴史談義こんな感じで終了させていただきます。今回もありがとうございました。ありがとうございました。